チャーチャクマスです。今私は、ジャカルタのスカルタハッタ空港に来ています。今ね、ここまで ANA 便で来て、これから、ターキッシュエラインでイスタンブル経由でニューヨークに向かいたいと思います。ここからの出発が、ダイヤモンド周辺開始ということで、このスカルタハッタ空港すごいですね。めちゃくちゃでかいし、めちゃくちゃ綺麗ですね。今、こんな感じの方に今ね、乗り継ぎレーンから乗り継いできたんですけども、空港のね、綺麗さにびっくりしたんです。この電光掲示板もすごいおしゃれでかっこいい。空港の付近はあんなこともデミソーでいいですね。で、今回は、今回はね、ターキッシュエラインでイスタンブール、ターキッシュエラインで、イスタンブールからニューヨークということで、両方ともね、ターキッシュエラインでニューヨークまで向かうということで、両方ともビジネスクラスで、ね、利用しますので、まあ、ラウンジ等々も使えると思うんですけども、ひとまずそのラウンジを探そうかなと思います。でプライオリティパスも持ってますので、そちらのラウンジを、ね、見れたら見ておきたいなというところですね。それでは行ってみます。ではね、ラウンジを出て今電光掲示板にいるんですけども、今私が乗るのはこれですね。ターキッシュエライン1957便、21時イスタンブール、ゲートが7ということで、9時発なんですけど、搭乗開始8時なんですよね。だいぶ早いですよね。まあとりあえずちょっとチケットに従って、もう7時今22分なんで、そろそろねゲートの前に行って行きたいと思います。今ねゲートに向かっているところなんですけど、すごいですね。すごい綺麗ですね、この空港。お土産屋さんもねこんな感じでたくさんあって、見てるだけで楽しいぐらいまだありますね。で何より空港自体がめちゃくちゃ綺麗ですね。それでは7番ゲートに来ました。こちらですね、7番ゲートに来ました。イスタンブール行き。それではね、
もうちょっとここら辺で待っていたいと思います。ではね、ネットで一応確認だけしてもらって、あとね15分ぐらいで搭乗開始となりそうなんで、ちょっとここら辺でね待っていきたいと思います。今日の機体があれですね、で奥に JAL の飛行機が見えますかね。ありますね。それではちょっと待ちたいと思います。いや、初めてのターキシエラインのビジネスクラスということなので、とても楽しみのフライトとなっております。それではね、搭乗開始したようなので行きたいと思います。 すごい並んでますね。Mr. Yota, yep. we change the luggage, this one, so we give you the new one, so your luggage direct to America, and this one can No, direct. I pick up Istanbul. Yeah, because you have already for connecting flight, right? The boarding pass yes, connecting, yes. And just send your luggage, this one, to JFK. JFK? Yeah, JFK, because this one only Istanbul, right? Yeah. Water, strawberry juice, oranges, and lemonade. Strawberry. Very nice, right? Thank you.ウェルカムドリンクをいただきました。一応ね、アルコールではないと思うんですけど、ストロベリージュースいただきたいと思います。美味しいです。さすがビジネスクラスっていう感じですね。まあ、ちょっとお隣さんはこんな感じで、まあ、来ると思うんですけども、まあいいんじゃないでしょうか。横になれれば問題ないですね。ではですね、ボーイング777の、ダッシュ 300ER ですねとなっております。今ね、だいぶ人が入ってきて、まだね1時間前から搭乗開始してるんで、まだ入ってくると思います。ほとんどの座席が埋まってきてる感じですね。
聞いていただいた通りですね、アキシエラエアラインにはそのシェフが乗っているということで、シェフの人自らですね、メニュー、Thank you。あ、Thank you。メニューと、アキシエラエアラインのボールペンいただきました。多いですね。ちょっと後でゆっくり決めたいと思います。サービスがすごいですね。ちょっと料理もだいぶ期待してしちゃいますね。こういう袋を座席にね置いてあって、これはクラスのアメニティは以上ですね。ね、アメニティをね、もらいましたので、これも開けていきたいと思います。I'm gonna go get some more.
席なんですけども、まあビジネスクラスっていうこともあって、まあ、そこまで気にならないかなとは思ってたんですけど、やはりね、隣さんがいないっていうのはいいですよね。それではね、行ってきます。とりあえずイスタンブールで一回乗り継ぎますので、とりあえずイスタンブールまで、ね、行ってきます。今夜の9時なんですね、このフライトが。今もう辺りは真っ暗ですね。ジャカルタ、夜の街が見えてます。さっきまで、ね、雨が降ってたみたいなんですけど、今は止んでるのかな。止んでるっぽいですね。床濡れてるように見えないですけど、ね、それではもう一つの離陸です。それでは離陸です。
5時間ぐらいのジャカルタ滞在でしたね。いや、空港はすごい綺麗だったので、とても有意義でした。それはイスタンブールに向けて、できました、9時発だったんですけど、実際ちょっとディレイして9時半発となりましたね。まあ30分ぐらいならまあいいでしょう。
運ばれてきました。私がキャンドルも、ね、一緒に運ばれてきて、いいですね。
ね、モニターなんですけども、私さすがにね、日本語の見れないと思ったら、ちゃんと日本語も対応してて、日本語のね、映画とかね、テレビ番組、まあこちらの番組は多分日本のではないと思うんですけども、まあ日本語ね対応しているので、字幕でね映画を楽しんだりっていうこともできます。これはちょっとね期待してなかったんでとても嬉しいですね。まあフライトが長ければ長いほどね退屈になりますので、これはありがたいですね。
Uygar, dünyanın buluşmanın sözü İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz de çekti, lütfen temel ikaz şükürü söyleyeceği kadar yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçaktan kutuya dolaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olun. Sayılayan Pacific Hava Yolları ve Garuda Endonezya Hava Yolları ortak uçuşuyla uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizler yeniden karşılaşmayı diliyoruz. My name is Chapman Dear Chapman. Welcome to Istanbul Airport, the world's meeting point. We hope that you have a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened. All that is if not fine has been turned off and do not open door headings. You may use or take your voices. Please be careful while locking door headings when the aircraft reaches its final parking position. As a member of Star Airlines, thank you for flying with Turkish Airlines and Garuda Indonesia Airlines called Share Flight. I'd like to say goodbye and help you meet again. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemer ikaz şükürü söyleyeceği kadar yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı bulundurunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened after the seatbelt sign has been turned off and do not open door anything. Okay. Değerli yolcularımız, havalimanından ulaşımı için havalis ya da diğer toplu taşıma araçlarını tercih edecek yolcularımızın eksi ikinci kata inmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. İyi sabahlar dileriz. Dear passengers, we would like to remind you that those wishing to use havalis or other modes of public transport.
広めみたいですね。おそらくですけど、バスが 2,3 台待機している。広めですね、多分ね。だって空港奥の方ですもんね。乗り継ぎでまあ急いではいるんですけども、また飛行機の外が見えるということで、焦り半分、嬉しい半分って感じですね。止まりましたね。置き止めです。これからね、バスに乗って乗り継ぎに向かいたいと思います。Please check your seat pockets for personal belongings, such as mobile phones, and make sure that you take your hand luggage with you. Thank you. そろそろね、ドア開きそうですね。いや、ハンガリーでも起動め、バツです。
事ね、イスタンブール国際空港に到着しました。今回ビジネスクラスということで、完全にスーパー快適でしたね。今回、一回ここで動画を切ろうと思います。この動画が役に立ったら、楽しかった方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。